スミスウェッソン、通称 S&W は1852年にホーレス・スミスとダニエル・ベアード・ウェッソンが設立したアメリカ合衆国際大規模の重機メーカー、マサチューセッツ州スプリングフィールドに本社を持つ。創業当初は回転式拳銃を中心に生産や販売を行い、1950年代に入ってからは自動拳銃の販売も本格的に始めた。 現在は、ナイフや手錠、タクティカルペンも生産している。1852年、ボルカニックピストルの愛称がついた、レワーアクションライフルを製造するための会社として、設立された。同社は、ボルカニックリピーティングアームズとして知られるようになったが、財政難のため大部分の所有権がの製造を、開始した。当初の売れ行きは低調だったが、徐々に販売数を伸ばし、 1860年には4階建ての新工場を完成させるに至った。この背景には貫通シリンダーと金属カートリッジを使った全く新しいリボルバーが南北戦争にちょうど間に合った理由がある。事実、ナンバーワンのボアアップ型であるナンバーには南北戦争勃発の2ヶ月後の1861年6月に販売を開始したが北軍将兵に 売れ行きが良く、1862年には予約数が向こう3年分の生産予定分を上回っていたという。ちなみに、坂本龍馬はナンバー2を所持、愛用していたが、寺ヶ谷事件の際に紛失してナンバー1を購入、暗殺時も携帯していた。1873年、スミスが全経営権をウェッソンに譲って引退すると、 ウエッソンはすでに社員として働いていた3人の息子と共にウエッソン体制を作り上げる。長男のウォルターは経理担当、次男のフランクは工場の助監督、三男のジョセフは技術畑と洋上を抑えていた。事後にフランクは救世したが、父と息子2人の3人で共同経営を行っていった。1906年にダニエルが死去すると、 強力な指導者を失った会社は、派閥争いなどの内紛を生じ始める。社長に就任したウォルターとジョセフとの間の、派閥争いの妥協案として、交互に、社長職に就いた時期もあったという。しかしウォルターが病に倒れると、ジョセフが次の社長として、正式に就任した。ジョセフはもともと技術畑出身の人間であり、今あるリボルバーのリバウンドスライドや、 1917、リボルバーなどのハーフムーンクリップは彼の発明による。ちょうどその頃、第一次世界大戦が勃発。S&W も軍からの増産要求に応えて大量の銃器を生産し続けた。しかし大戦終結に伴って軍用銃の放出、安価な輸入品の流入、そして戦争の反動による銃への反対運動などが会社を窮地に追い込んだ。 ジョセフの死によって社長に就任した、おいで、フランクの維持のハロルドは、様々な方策を立てて、会社の立て直しに苦心した。トイレのフラッシュバルブや、安全カミソリの鳩キ,キなどを作り、失笑を買ったこともあったという。さらに3 2 a c p o ーとや22シングルショットの売れ行き不振で、窮地に立たされたハロルドが、 英軍に強引に契約させた新型突撃銃開発プロジェクトが飛んだ全納金100万ドルの返納を要求されとうとう S&W の経営は行き詰まるそして不審打開のための経営コンサルタントとして招致されたヘルストロムが S&W 中高の祖となったヘルストロムは高級と工場の自由裁量権をハロルドに認めさせると事態の打開に乗り出した 新型突撃銃の開発能力欠如を社に認めさせ、英軍とは全能金をリボルバーの物能で弁済する交渉を成功させたのである。その後、第二次世界大戦中、ヘルストロムは工場における生産を監督し続け、新工場を建設するまでに業績を回復させた。世界大戦の終了により一旦休暇をとって、社の経営から離れたヘルストロムであったが、 1946年にハロルドが他界すると S&W 一族と役員会の決定により当時副社長だったヘルストロムが新社長に選出された。2016年11月7日アメリカンアウトドアブランズに社名変更をすることが発表された。ブランド名は維持される方針。リボルバーのフレームサイズに独自の規格を定めている。 以下では小さいものから順に並べる。K、L、X フレームはグリップ形状がラウンドタイプであればグリップを共用することが可能である。蒸気規格と異なるフレームは以下の通り。S&W 社ではナンバーにリボルバー以降、自社の生産するリボルバーにはモデルナンバーのほか、ニックネームを付けて販売していた。現在のようにモデルナンバーを使って分類するようになったのは 1五十七年以降である。ナンバーにセーフティハンマーレスが乗った八百九十九年の雑誌広告 m 十 m 十九から五 m 二十七 m 三十六から十 M 五百 M 五百八十六から七 m 六百二十九 m 六百八十六がバナー m 三十九シグマス。九百七十年代中盤 S&W 社は日本の法和工業と業務提携を行い、 ショットガン市場に参入した。ガスオートはフォーワからの OEM、ポンプアクションは、米国の自社工場で生産を行っていたが、1986年頃に、市場撤退。20年後の2006年、上下、水平二連中のエリートシリーズとガスオートの M 戦、シリーズで再参入した。時期不明1975から1986、2006ここでは、 S&W 社単体で開発したものだけでなく、他社との共同で開発したものも取り上げる。前述のシースタイプや、ホールディングタイプ、カランビットタイプ、くくりタイプ等のナイフや、タクティカルペン、手錠の他にも、タクティカルアックス、タクティカルライド、ガンホルスターや、自社のロゴ入りのパッチ、ピントを生産している。ありがとうございます。